アメリカのトランプ前大統領が私がホワイトハウスに戻ったらすぐにウクライナ戦争は終わらせることができると言っていることに対してゼレンスキー大統領は どのようにしてロシアと継続中の戦争を終わらせることができるのかその計画を今日我々に伝えるべきだと述べてもしトランプ氏が選挙で勝ったならばウクライナの領土をロシアに勝手に割譲する恐れがあることに対して強い警戒感を示しましたこうした中プーチン大統領は大統領候補のトランプ氏が ウクライナ戦争を止める準備ができていると宣言した事実を我々は完全に真剣に受け止めています。と、プーチン大統領は述べました。今日はこのことについてお話し,します。Well, この映像はアメリカの政治専門ケーブルテレビ、C、シースパンの映像です。トランプ大統領は2024年6月15日に、ターニングポイントアクション会議で、ウクライナがロシアの侵攻に対抗するために最近までに受け取った600億ドル、日本円にして10兆円近い莫大な金額について言及し、これだけの金額を集められたウクライナのゼレンスキー大統領は、 史上最高のセールスマンだと私は思う。とトランプ前大統領は言いました。その上で、私が次期大統領としてホワイトハウスに戻ったなら、こういう莫大な支出を解決するつもりだ。止めなければならない。と述べ、自分が大統領になったならば、ウクライナへの援助を停止するつもりである。と述べました。 こちらの映像は7月3日にブルームバーグが報じたゼレンスキー大統領のインタビュー映像です。ブルームバーグのインタビューの中でゼレンスキー大統領は次のように述べました。アメリカのトランプ前大統領は自分がホワイトハウスに戻ったらすぐにウクライナ戦争は終わらせることができると言っています。 これまで終わらせることができなかった、ロシアと継続中の戦争をどのようにして終わらせることができるのか、その計画を今日我々に伝えるべきです。我々は準備する必要があります。我々は4000万人の国民を有する主権を持った国家であり、世界中からの援助に頼っています。支援に頼っている我々は、 米国の立場に左右されます。だから私は、米国が意図していることをいち早く知りたいのです。もしトランプ氏がどのようにこの戦争を終わらせるか、その方法を知っているならば、トランプ氏は今日すぐに、その方法がどんなものであるかを私たちウクライナに知らせるべきです。なぜならば、そこには、ウクライナの独立と主権にとって、 リスクがあるからです。もしトランプ氏が言う戦争を終わらせる方法にそのリスクがあるならば私たちはウクライナの主権と国家としての存在自体を失う恐れがあります。だから私たちウクライナはそれに準備したいのです。米国大統領が決まる11月に私たちが米国からの強力な支援を受け続けることができるのか それとも、支援を失って、我が国がただ一人だけになってしまうのかを、私たちは理解しておきたいのです。ゼレンスキー大統領は、ブルームバーグのインタビューでこのように述べて、トランプ氏が米国大統領選挙で勝ったならば、ウクライナへの援助を打ち切り、ウクライナの領土をロシアに勝手に割譲する恐れがあることに対して、強い警戒感を示しました。 こうした中、プーチン大統領は7月4日からカザフスタンのアスタナで開かれた上海協力機構 SCO の首脳会議に出席しプーチン大統領は次のように述べました大統領候補のトランプ氏がウクライナ戦争を止める準備ができていると宣言した事実を我々は完全にかつ真剣に受け止めていますプーチン大統領はこのように述べて アメリカ大統領に再選されたらトランプ氏がすぐにウクライナ戦争を止められると言っていることをクレムリンが高く評価していることを明らかにしました先日本チャンネルでお伝えしましたようにプーチン大統領は先月2024年6月中旬に次のように述べていました。プ ウクライナが停戦交渉を我々ロシアと開始するための条件はプロスティ単純ですその条件を要約して言えば次の通りですウクライナ軍はドネツクルガンスク人民共和国ヘルソンザポリジャ地域から完全に撤退しなければならないそしてクリミアセバストポリ DPR ドネツク人民共和国と LPR ルガンスク人民共和国ザポリージャヘルソン地域をロシア領土として承認することですもう一つの条件はウクライナが NATO 北大西洋条約機構に加盟する意図を放棄するという保証ですプーチン大統領はこのように述べてこれらの条件が満たされれば自分はロシアの国家元首として 停戦とと交渉開始の命令を直ちに下すと改めてて強調ししいましたプーチン大統領が DPR ドネツク人民共和国と LPR ルガンスク人民共和国を国家としてその独立と主権を承認すると発言して大統領令に署名したのはおととし2022年2月21日のことでした。 そしてその3日後の2022年2月24日プーチン大統領はウクライナへの本格的な軍事侵攻を開始したのでしたつまりこの度改めてプーチン大統領が示した停戦案はウクライナ侵攻が開始される前からプーチン大統領が抱いてきた戦争の動機とプランがゼレンスキー政権の打倒と首都キーウの占領ということを除いて ほぼ実現されれる訂正案と考えられます。アメリカ大統領選挙の行方はウクライナ戦争とヨーロッパの安全保障の状況にこれまでにない決定的な影響力を与える外然性があらわになってきました。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。 Well, I, I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. And I like him. You know, on the impeachment hoax number one, he was very good. He said, no. The president didn't threaten me at all. He could have been a grandstander and said, I was threatened, right, Matt? He could have said, I was threatened. So I like him. But he's the greatest salesman of all time. He walks in. So now here's the beauty. He just left four days ago for $60 million.